イジ系を壊す。はい、本日令和元年7月の10日水曜日、時間は4時28分です。はい、今日はですね、香川のニュースで違法ポスターに撤去命令というニュースをちょっと取り上げていきたいと思います。ちょっとニュースのサイトを読みますと、今月21日に投票が行われる参議院選挙で、香川選挙区に立候補している3人のうち2人の氏名が記載されたポスターが公示後も恒例の掲示板以外に貼り出されていたとして、県選挙管理委員会は8日2人の陣営にポスターの撤去を命じました。撤去命令を受けたのは、参議院選挙に香川選挙区から立候補している3人のうち2人の陣営のポスター席刑事責任者です。公職選挙法は、参議院選挙の公示後に選挙区の候補者の氏名が入ったポスターを公営の掲示板以外に貼り出すことを禁じ、選挙の公示前に政党などの政治活動のためにこうしたポスターを貼り出していた場合は公示日までに撤去するように定められています。県選挙管理委員会によりますと、7日の時点で直島町かな、直角の直に島に町ですねを除く県内の8市8町に2人の氏名が入ったポスターが少なくとも189枚貼り出されていたということです。県選挙管理委員会では、文書や口頭で再三にわたって撤去を要請したものの聞き入れられなかったとして、8日2日の陣営のポスターの刑事責任者に対して今月11日までに撤去するよう命じたとともに警察に通報しました。県内の選挙で政治活動用のポスターの撤去命令が出されたのは12年前の参議院選挙以来2回目だということです、というニュースです。こちらはですね、ボランティアの方のツイッターでちょっと知ったんですけれども、その方はやはり選挙違反のポスターがあるということで、メールで通報をして、で、選挙管理委員会からも、もう厳重に注意をした上で、警察にも通報していますと。で、ニュースのサイトにあったような同じ内容の、メールを県の選挙管理委員会からもらっているということです。選挙期間に関しては基本的に原則、公営の、ポスター掲示板ですね、それ以外の掲示板、ポスターとか上りとかに関しては、その選挙の許可を得たものしか、選挙事務所とかに立てるもの以外は基本ダメだったはずです。そういうものは基本的に多分シールが貼ってたりとかするんで、それ以外のもの、選挙前から置いてる、掲示板、ポスターとかに関しては、選挙中に掲示していると選挙違反になりますので、もしそういうポスターなどを見つけましたら、まずは、県の選挙管理委員会に、通報すると、もしくは、県警察などで、大体捜査2課とか刑事2課というところが、選挙違反の、取り締まりというのを行っていますので、可能であればもう両方とも報告して、各陣営に対しての注意ないしは警告をまずはしてもらうと、それでも撤去しないときは逮捕してもらうということを積極的に進めていく必要が今回あるのかなと思っています。まずは公正な選挙をやっていけるように、私もこういう告知はちょっと頑張ってやっていきたいと思います。もちろんですね、NHK から国民を守る党はお金をかけない選挙をしているというのもありますけれども、こういう選挙違反などを行わないように、私も含めて、しっかりと気をつけていきたいと思います。それでは熊本選挙区から参議院選挙に勝って NHK をぶっ壊す。